生きてく TV。 皆さん、生きてく力鍛えてますか？生きてく TV は生きてくをテーマに、自分らしく楽しく生きてく仲間、そしてその活動を紹介しています。コメンテーターは平山秀吉さんです。よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。さあ、もう8月も後半に入ってきました、うん、ねえ、早いね。ねえ、夏休み気分もそろそろ抜け始める頃で、うん、これから先のことをね、うん、考え始めるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、もう秋のこととか、そう、ねえ、スタートしてますよね、うん、そうなの、あの、はい、クルーサーズまたやってまして、うんうん、はい、10月の10日に、はい、あの大阪でね、うん、リアルでもズームでもやるんですけども、はい、これあの哲学者のジェスさん出演いただいてます。まあ、堤久美子さん、斉光一さんと、まあ、僕もちょこっと出るんじゃないかと思うんですが、はい、10月10日に大阪であります、はい、楽しみです、はい、であと11月13日土曜日、こちらあのフルサーズの結構本番 です、はい、またやるんですけれども、あの明治維新のですね、西郷隆盛さんいるじゃないですか、はい、隆盛さん のひ孫にあたる方がちょっと私僕付き合いがありまして、西郷隆夫さんというそのままやん、隆夫さん、まあ、受け継いでますね、顔もそのままなんですけど、あの出ていただいてですね、その本当の話をいろいろ明治維新の時の、ね、話を聞こうかなと思ってるんですけど、うわ、まあ、そんなのが話を聞けるかなという感じなんです。でもそういう方の話ってなかなか聞けないですよね、はい、あの昔ちょっと前にね、セゴドンという NHK の大河ドラマがあったんですけれども、うん、はい、その時に西郷家を代表してその高尾さん結構出てらっしゃるんですよ、テレビに、うんうん、でそれ以外は、ね、あんまりやんないんだそうです。なんかもっといろんなところで話してほしいですよね。だけどやっぱりね、本人はいろいろあるみたいですよ。あ、そうなんですか。だって生まれた時からもう鹿児島で西郷でって顔が高尾でしょもうそのままじゃないですか。だからもちろんいい面もあるんだけれども、やっぱりね、いろいろほら賊軍でだったりとか政府軍にねやられているとか、なるほど、やっぱその我々とは違う側面もね、うん、あるみたい、うん、でももしかしたらこう、うん、聞き伝えてもらってる裏話とかね、うん、いっぱいあります。ある、西郷隆盛さんってそもそも名前が本当の名前違うんですよ。ちょっと今言っちゃっていいんですかそれ、うん、ダメだけどじゃあそれはあの本番、11月13日、うん、はい、ぜひそこに参加していただいて、 ね、そういった話もね、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、はい、それではいつものポーズでスタートです。せーの、生きてく。それでは生きてくチェックをお送りします。今回は銀座の美容室アマーレ銀座のオーナー大山純一さんのインタビューをお送りします。さて平山さん、はい、あの銀座の、うん、和光ありますよね、うん、あそこから歩いてすぐのところにある美容室なんです、うん、なんか素敵なとこなんでしょうね、銀座の美容室ですね。私なんかその銀座に行くとこう気分が上がるんですけれども、はい、まあね、うん、そういうところでちょっとおしゃれにね、うん、ヘアスタイルをこうチェンジしたり、うん、あるいはヘアカラーをするっていうのって女性にとっても、うん、あるいは男性でね、うん、経営者の方にとっても、うん、なんかこう力を、ね、みなげる感じ、あるある生きていく力湧く感じがすると思うんですよ、うんうん、でそこのオーナーの大山さんがどんな気持ちで、はい、うん、思いを込めて美容室をされているか、うん、それからまあその背景にはいろいろあるんですけれども、うん、そのあたり伺ってます、はいはい、ぜひ皆さんじっくりご覧ください。さあ、それでは銀座でアマーレという美容室を経営、そしてトップスタイリストとしても活躍されている大山純一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかビシッとスーツで、はい、今日は経営者スタイルですか？違います。違普段は、まあ、あのみんなスーツで、はい、うちの店はお客さんをお求めするっていうコンセプトでやってまして、はい、まあ、それで普段からもこういうスタイルで、カットしたりシャンプーしたりやってます。なかなか私見たことないです。スーツ姿でカットされる美容室って珍しいですよね。あんまないですよね、ここまでスーツで、うん、まあ、決めてるところって、うんうんうん、すごく僕ヨーロッパが好きで、はい、まあ、20代の頃ちょいちょい行ってたんですけど、で、まあ、カットのこう歴史っていうのが、まあ、ビダルサスンって聞いたことあると思うんですけど、うん、まあ、その人がカット技術をね、こう1970年代ぐらいにこう世の中にこう広めていった、まあ、革命的な美容師さんなんですけど、はい、まあ、そのビダル・サスーンがまあできたあの生まれ育ったのはイギリスのロンドンで、うん、まあ、カット技術をこう、まあ、ビダル・サスーンあのサロンというのを作って、うん、まあ、それであの当時ね、
まあ、こうボブスタイルっていうのがこうトレンドになって、それでボブスタイルで歩く女性っていうのが、まあ、すごくあのトレンディーだったんですよね当時、はいはい、でその時の美容師さんの姿っていうのがみんなこういうスタイルでお客さんをお持ちして、うん、まあ、もっとこう派手なチーフつけたりとか、うん、あの短いネクタイとかしてね、うん、あのこういうフォーマルスタイルでお客さんをおもてなししてたっていうのが、まあ、なんか昔からあるこうです、ね、まあ、イギリスではねそういうスタイルだったんですよね美容師さんって、はい、であんまりこう日本で ここまでねフォーマルでやってる美容師さんっていないじゃないですか、ね、結構、まあ、T シャツジーパンとか、うん、まあ、カジュアルな美容師さんね、真っ赤なんで、まあ、銀座でねこうなんかスーツスタイルでお客さんをおもてなししたらかっこいいだろうなと思って、まあ、それでねちょっともうこういうスタイルでね、いやかっこいいです、ありがとうございます、でこの姿でカットされると、はい、なんかされる方もなんかちょっとこう上品なというか高級感というか、はい、そういうものを感じられるんじゃないかなって思いますね、まあ、嬉しいですね、うん、そう感じていただけると、うん、そして美容室の名前がアマーレということですけども、はい、なんかこれも素敵なお名前ですよね、ありがとうございます、うん、これはどういう意味があるアマーレはね、愛、まあ、ラテン語で愛っていう意味がありまして、パッとそういう名前辞典みたいなのあるじゃないですか、はいはい、パッと開いた瞬間にもうアマーレってあって、はい、もうね、3秒ぐらいで決めたんですよ、愛っていうのはなんかもう自分の中でずっとなんかね、なんかあるんですよね、うんうん、なんか生きるテーマとしてっていうか、だからなんかそれをね、ちょっとお店の名前にして、こう愛をね、まあ、従業員にもそうですし、うん、まあ、お客さんにもそうですし、うん、あの広げていきたいなって思いで愛っていう名前、まあ、ラテン語の愛っていう名前にしました、うん、じゃあそのいずれはお店を自分で持ってみたいな思いをずっと持っていらっしゃったんですか？そう、ずっとはねちょっと持ってなくて、はい、まあそうだな、独立しようと思う、まあ、1年前ぐらいからですね、はい、あのお店を自分で持ってやっていこうって決めたのは、でこれもやっぱりきっかけというかね、まあ、ちょうど結婚を29歳の時にして、はい、で33歳で独立したんですけど、うんうん、やっぱり結婚っていうのが一番大きくて、まあ、子供もすぐできて、うん、2人目生まれて、うん、3人目また身を持ってっていう時に独立になったんですが、はい、そうですね、もともとね、そう海外を入所して行きたくて、はい、でただね、やっぱり家族いるとなかなかこうできないじゃないですか、その時にもう40歳をちょっと見越して、はい、やっぱりちょっと40ぐらいになった時にはある程度ちょっと、まあ、収入面だったりとか、まあ、自分でね、お客さんが、まあ、ちゃんとこうやれる場所っていうのをちょっと作って、うん、まあ、その土台作ってからちゃんとね海外行けるようにしていこうと思って、うん、まあ、それで独立決意して、なるほど、うん、じゃあ家族を持たれた奥さんがね、うん、3人っていうことがとても大きな、そうですね、ね、結婚しなかったら多分もう一人で海外行っちゃってると思うんですけど、ね、うん、じゃあお店も順調で家庭も円満でっていうふうに今までいらっしゃってるんですか？うんうん、まあ、全部順調じゃないですけどね。あれそうなんですか？そうそう、僕もそれで、まあ、1回離婚しまして、まあ、今2回目の結婚して、はい、それでまた家庭持ってね、ちょっとっ、ね、聞いちゃっていいですか？そうそうそう、離婚はどうしてなんかこんな素敵な方なのと思っちゃったんですけど、はい、そうです、まあ、29で結婚して、まあ、7年間結婚生活して、うん、まあ、それで離婚して、まあ、すぐまた再婚してっていう流れだったんですけど、うん、離婚はそうですね、もうやっぱりとにかく家族のためにね、仕事しないといけないっていう、まあ、余裕がなかったんですよね、まあ、独立して借金抱えて、で従業員抱えて、で、まあ、なかなかね仕事もうまいようには思うようにはなかなかいかなくて、で人を雇う難しさっていうのもそこで初めて学んだりまして、でもずっと休みなしで、まあ結婚7年の中でほとんど休まないでね、ずっと仕事してたんですよね。その時にやっぱり家族の時間あんまりこう持てなかったっていうのがあって、うまいことこうプライベートの生活がどん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 
うまくいかなくなっちゃうんですよね。まあでもね、経営者としても仕事もあるし、はい、スタイリストとしてもだから、はい、それはお忙しいし考えることもたくさんあったんですよね。ね、うまく器用にやれればよかったんですけど、なかなか僕にはそんなキャパもなくね。で精神的にやっぱりちょっとこう不安定になってきちゃったりして、はい、でも今もね続けていらっしゃるということは何かこう乗り越えて頑張ろうっていうふうに思われたと思うんですけど、うん、なんかきっかけがあったんですか？ですね、まあ、きっかけというか、やっぱり前の奥さんには子供3人いるんですよね、はい、でそうですね、まあ、今の奥さんにも今度子供3人目生まれたんですけど、うん、まあ、全部で6人いるんですけど、すごいですよね。でやっぱりね子供なんですよね、お子さんのことが。そうそうそう、はい、どうぞすいませんね、いやちょっと子供の話になっちゃって、うん、すいません、なんかね本当にプライベートの話も伺っちゃってるんですけども、でもすごくなんかそういう家族とかお子さんに溢れる愛を、うん、まあ、送っていらっしゃるんじゃないかな、持っていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに感じます。あ、そうですか、はい、うん、でそのためにもやっぱりお店頑張ろうとか、うん、なんか自分も頑張ろうとかなんかあるんでしょうね。そうそうそう、うん、まあ、それがエネルギーになってますよね、自分もね。経営者としてね、いろいろ勉強されて、うん、そして、まあ、このお店、今10年というふうに伺ってますけれども、うん、こういうふうなお店にしていきたいとか、このお店でとても大事にされていることって何ですか？うん、まあ、いろいろ思いはあるんですけどね、うんうん、やっぱお店の名前がね、愛っていうね、うんうんうん、アマーレっていう名前なんで、はい、まあ、一番やっぱりその愛っていうところからブレーズにね、やっていこうっていう思いは強いですね、はい、やっぱお客様に対しても愛っていうのを大切にされてる、うん、そうですね。あ、どんな感じなんですか？まあ、ね、このスタイルでされるっていうのもその一部だと思うんですけど、うんうん、なんか具体的にこういうことされてるとかありますか？うん、やっぱり具体的にというか、まあ、美容師の仕事っていうのは一回やっぱりお客さんこうついていただくと、うん、もうほとんどこうその人の人生と共にやっぱり髪の毛をきれいにするっていうことを通して、うん、一緒にやっぱり歩んでいくっていう感じになっていくわけですよ、うん、一番長いお客様だともう20年以上ずっとね、来ていただいてるお客様もいるんで、でそうすると20年間その方の人生って僕は見てきてるわけじゃないですか、うん、やっぱり20年っていろいろあるじゃないですか。でその中に人生のいろいろこう天気だったりとか何かこう落ち込むことがあったりとか、うん、何かこうやらないといけないことがあったりとか、まあ、そういう姿も見ながらやっぱりヘアスタイルっていうのを僕らはこう作ることによって、まあ、一つでもその方がねなんか綺麗になることによって元気になってくれたらなっていう思いでね。いや私なんかでもね、まあ、やっぱりこうちょっと落ち込んだ時にヘアスタイル変えて元気になろうって思って美容室行くこともありますので、やっぱりそういうお客様もたくさんいらっしゃると思います。そうそう、うん、やっぱり美容室来る目的っていうのが、うん、皆さんそれぞれちょっと違うんですよね。ただ綺麗にするだけじゃなくて、はい、何かこう元気になりたいとかちょっとこうリラックスしたいとか、うん、なんかこう話聞いてほしいとか、うん、それぞれねちょっとしたやっぱり目的があるんですよね、うん、そこをちゃんとこうキャッチして、はい、そことしっかりこう寄り添ってあげることが、まあ、お客様に対する愛だと思いますので、うん、素敵です。いや私の個人的な思いかもしれないんですけど、うん、やはり髪の毛を触られるっていうのって特別なことなんですよね、うん、誰でもいいわけじゃないし、美容師の方と相性であったりとか、うん、雰囲気であったりとかどういう気持ちで接してくださってるのかなってやっぱり感じちゃうんですよね、うん、だから大山さんがそういうことを大切にされてるって伺うと、うん、ここにいらっしゃるお客様も本当にそれを感じていらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、
ね、感じてくれてるといいですけどね。でそしてこのアマーレにもっとたくさんのお客様に来ていただきたいということで、はい、新しいサービスもスタートされたというふうに伺ってます。はい、そうなんですよ。今年からね、ちょっと新しいメニューを作りまして、はい、お客さんが常にこう美容院行きたてって絶対綺麗じゃないですか。確かに美容院行きたての日にはならないっていうのはもう合言葉の良きを言われるわけですよ、お客様からね、うん、もうその日で終わっちゃうんですこの安さ。そうなんですよ ね、できるだけやっぱりお客様が例えば1ヶ月で来るお客様、2ヶ月で来るお客様、これぐらいの大体サイクルで来るお客さんたちをどれだけいい状態をこうキープしていただくか、それをねいつも考えるんですよね、うんうん、でそのためにはこうヘアケアちゃんとするとか、はい、まあ、シャンプーこれ使ってくださいって買っていただくとか、はい、いろいろこうやり方あるんですけど、で今回作ったメニューっていうのは月額制のサブスクリプションっていう、うん、あのメニューで、カットカラーパーマ何回でもやりに来てくださいっていうメニューがあって、そんなのできるんですか。そうなんですよ、でそうすると何がいいかって、はい、まずお金のことはちょっとクリアになるんですよ。まあそうですね、定額ですもんね。そうそうそう、毎回来るためにお金を払わないといけない、お金を払って帰らないといけないっていうのが、うん、やっぱ少なくともちょっとストレスあるじゃないですか、はい、でまずそこからちょっとこう取り去って来ていただけるようになるためにやっぱりサブスクリプションってすごく良くて、うん、まあ、それも結構どの辺のラインがちょうどお客さんは負担なく払えるかなっていうところで、はい、結構ねちょっと考えて、うん、ただうちもやっぱり仕事としてやっていかないといけないっていうところの、うん、もうギリギリのラインが、はい、ラインで作ったのが月額9900円っていうのを作って、はい、カットカラーパーマ何でも何回でも来てくださいっていう、大丈夫ですか。大丈夫です、銀座ですよ。はい、うわー、これはでも嬉しいですよね。嬉しくないですか。うん、やはりこまめにヘアスタイルをきちんとされたいという方多いと思いますし、カラーなんて本当にまめにね、しないとどうしても気になるところがあるという方も多いと思いますから、はい、うわー、これは魅力的。そうなんですよ、じゃあそれにまあ、チケット制か何かだと思うんですけれども、うん、その毎月9900円をお支払いすれば、うん、はい、もうずっと綺麗にヘアスタイルを保つことができる。できます。しかも大山さんに会うこともできて、僕に会うこともできて、会うよ。そうです。なるほど、はい、まあ、素敵なサービス始められたと思うんですけれども、はい、まあ、これからねもうずっと美容室質も経営されるでしょうし、スタイリストとしても活躍されると思うんですけれども、うん、はい、これからしたいこと、うん、こんな風になりたいみたいなのありますか、うん、はい、やっぱり海外行きたいんですよね。ああ、やっぱりそうですか。もうこの思いだけは多分もうずっと外れることないなと思ってて、うんうん、なんで行きたいかってやっぱりこう海外のこういろんな国の文化って、まあ、それぞれこう生活の価値観だったりとか、まあ、例えばデザインの価値観だったりとか、いろんなことを一つ見ることだけでも想像することの違いだったりとか、うん、まあ、全てがやっぱりちょっとこう違うんですよね、うん、なかなかこうそれを一つにするっていうのはすごいちょっと難しいことかもしれないんですけど、ただやっぱり日本人には知らないことっていうのはいっぱいあって、そういうちょっと情報とか、まあ、美容の道具だったりとかこうヘアメイクする技術も全部そうなんですけど、そういうものをちょっともっと日本に持ってきて、で海外の方でもこう日本で働けるような環境を作って、なんかそのアジア、アメリカ、ヨーロッパとも全部こうつながりを作ってね、ちょっとこうグローバルなお店を作っていきたいなっていう思いがあって、まあ、それでこう海外行きたいなと思ってます。うわー、すごい。ということは、まあ、海外にいろんなお店も出されて、はい、そして海外から日本にもたくさんの方がいらっしゃって、 そしてヘアスタイルを、まあ、決めること、うん、それから大山さんの愛を世界中に広めていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます、本当にこういろんな、ね、思いを積み重ねて今にいらっしゃる大山さんだなというふうに思ったんですけれども、まあ、それだけ、ね、これからの思いを持たれたりとか、はい、頑張っていらっしゃる大山さんの元気の源、はい、生きていく力って何でしょう。生きていく力ですか、うん、一番そうですね、まあ、一番やっぱりこう
美容をこうたくさんの人に広げて元気になってもらいたいっていうのも、まあ、一つですし、うん、まあ、あとは先ほど言ったね、ちょっと子供っていうのも、まあ、一つなんですよね。僕、まあ、6人いる、先ほど言ったようにいるって言って、うん、この間ねちょっと想像したんですけど、6人もいれば1人は美容師やりたいなっていう部分と思うんで、はい、そう思った時にやっぱり彼らがやりたいって思った時にね、やってあげられる環境を作っておきたいなって、まあ、それもすごく力になったんですよね。素敵ですね。誰かがアマーレ観光店からね担当されてっていうこともこれからあるかもしれないですよね。うん、あ、楽しみです。はい、あのこれからたくさんの愛を、うん、あの美容を通じて広めてください、はい、ありがとうございます、はいはい、でですね、はい、この番組、はい、皆さんに最後に生きてくポーズというのをしていただくんですが、はい、生きてくって言いながら、はい、あのカメラに向かって一緒にお願いしたいと思います、はいはい、せーのでいきますので、はい、いきますよ、はい、せーの、生きてく。まあ、本当にね、いろんなお話が出てきたんですけれども、うん、はい、どこが印象に残りました？やっぱり僕はあの男性なんでそのサブスクでやってらっしゃるっていうのは今時だし、いや面白いなと思いましたね、うん、そうなんですよね、うん、まあ、私もそうなんですけれども、うん、やはり月に何回か、うん、あのヘアスタイル整えたい、うん、それから私ぐらいの世代になりますと、うん、ヘアカラーというのがありまして、うんうんうん、まあ、月に 2,3 回はね、そんなにやるもんなんですか？あるんですよ、うん、そうするとやはりあのサブスクで、うん、月額9900円というのはすごくお得だし、あの気分的にも楽ですよね、うん、特にあの、まあ、ゆきさんもそうだと思うんですけども、うん、ある程度ほら社会に出てらっしゃるとやっぱりこうね、あの人前に出る機会も多かったり、はい、まあ、うん、あのお打ち合わせでもなんかねちゃんとこうしとかなきゃっていうのがあるから、やっぱり月額で決まっててひょいと寄れるっていうのは、うん、特に銀座、うん、だしね、はい、あのなんかすごくいいサービスだなって気がしますけどね。そうですね、うん、でその銀座で、うん、まあ、そういう美容室をね、うん、されているまさにこの愛を持ってっていうところも、うん、大山さんから感じるところなんですけれども、うん、やっぱりねその仕事ももちろんなんですが、うん、家族のこととか、うん、プライベートのことをお話しされるときに、うん、ちょっとほろっというね。そうですね、うん、あのなんか僕も見てて思うところは、うん、やっぱりその若い男性なんかこう会社自分でやろうかなとかっていうとこう相当力入れていかないといけないじゃないですか、会社立ち上げの頃とか軌道に乗るまでね、でちょうどその頃ってやっぱりまだそういう時期じゃないですか、奥さん、まあ結婚しようかなとかしてとか子供ができてちっちゃくてって本当は一番家庭にもねケアしなきゃいけない時期なんでしょうけれども、なかなかその早い段階で会社を作ってしまうとそこは多分綾野さんもそうだけど重なってるんだと思うんですよね。だからあの表情を見るとやっぱりいろんなことが終わりだったんだろうなっていう、また今こう乗り越えられたから振り返られる、ね、余裕も少し出てらっしゃるんだと思いますけれども、だからこう愛っていうのをねやっぱすごく大事を持ってらっしゃるんじゃないでしょうかね、はい、うん、あのまあ、そういう愛をですね、うん、美容室の仕事を通じてスタイリストとしても、うん、もう表現されてるんですけれども、うん、まあ、そのヘアカットをするっていうのももちろんなんですが、その海外にっていうふうにおっしゃってるところにも、うん、はいはい、その海外の人にも、うん、その美容師として働く機会を与えたい、うん、そして日本に来てもらって、うん、スタイリストとしても活躍していただきたいっていう、うん、そのなんか根本には愛があるんだなっていうふうにも感じましたね、うん、そうですね、あの、まあ、グローバルっていうところでいくとやっぱりその日本の例えばレストランなんかもうすごくその細かいでしょ、アメリカとかだったらバーンってステーキ出てきてとかっていう感じだけど、日本ってもうお箸こうやって置いてとかって、はい、繊細じゃないですか、料理とかもね、こうお料理も置いてあって、そういう意味ではそのヘアカットっていう文化、が日本からこうははなんていう発出するっていうか出ていった時にすごいなんていうのかな、ケアが細かいんじゃないですか、うんうん、そうですね、そういう意味では、まあ、今東京銀座っていう場所なので、例えばアメリカだったらニューヨーク五番街だったりとか、フランスだったらパリの あそこの通りだったりシャンゼリゼだったりとか、なんかそんなところに出てったらすごくいいんだろうなって感じしますよね。日本人のサービス、ホスピタリティとか、細かいケアとか、カットの技術だったりとか、まあ、一つのこうなんか勢力になったら面白いなっていうふうに思いますね、うん、まさに大山さんは、うん、そのアジア、ヨーロッパ、うん、いろんなところにそのアマーレを、うん、出展していきたいっていうふうにお話もされてます、うんうん、そしてもう一つ、うん、わーっと思ったのはそういう
どんどん店舗を広げていく中で、ね、もしかしたら子供が美容師になりたいって言った時に道を作ってあげたいっていう親としての愛もそこにあるんですよね。なんか本当にその愛っていうのが大山さんの根本、その愛愛で言う美あり方っていうんだなっていうふうに私はすごく感じました。私も実はですね、アマーレの月額サブスクを、ね、利用しようと思ってまして、銀座に、ね、月2、3回行ってこう美しくなりたいな、ちょっとなんで笑うんですか。いやいや、なんか嬉しそうだからやっぱりだから女性ってそういうの好きなんでしょうね。やっぱりね、そうですね、やっぱりこういうふうに話するだけでも気分が上がりますし、ね、だって顔嬉しそうだ、私ちょっと綺麗になったんじゃないっていうふうな感じになりますので、興味のある方はね、概要欄に美容室の情報などを貼っておきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。あ、それからね、YouTube でも配信されてます、うん、そうなんですか、はい、どうやったらうまくセットできるかとか、あ、いいですね、ちょっと知りたいポイントをね、簡単に YouTube で解説されてますので、そちらもねご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで今回のエキテクチェックお送りしました。さて、今日はエキテクチェックで大山さんのお話伺って、美容室でのサブスク、やはりアイデアだなっていうふうに思ったんですけれども、アイアイでもですね、素敵なアイデアが結集した、こんなものができました。何なんですか？これね、ザ・シフトカードというものです、はい、いろんなイラストが描かれているものなんですけれども、はい、かわいいでしょこのイラスト、これは誰か書いたのかなっていう、はい、これ実はですね、この生きてく TV のプロデューサーの稲田佳代さんが書いたイラストなんですけれども、もともと堤久美子さんが出版された超解釈サルトルの教えという本のイラストの原案だったんです。はい、ですからこのイラストが綺麗になってあの本に書かれているということなんですけれども、サルトルの教えの本の中には、私たちの、生きていく力になるようなポイントが書かれているんですね。はい、でそのポイントがイラストになっているとも言えるんですよ。なるほど、はい、こういうカードにして、そして皆さんに持っていただくことによって、生きていく力もパワーアップすると。なんかね、これね、10枚ありまして、はい、いろんなイラストが描かれてるんですけれども、ちょっと気になるものってあったりするじゃないですか。でそれをですね、こう持ってたり、あるいは部屋に飾っていただくことによって、やはりいつでも目にすることになりますよね。それはありますね。でやはりそうやって自然に意識の中に入ってくると行動に移せたりとか、それはある、ということはシフトしますよね、する、はい、というすごいカードなんですよ。10枚セットなんですか、はい、でいくらで売ってる。10枚セットで880円です。末広がり、あ、そうなんです、88末広がり、はい、ぜひ皆さんこれね10枚セットで買っていただいて、新発売どこで買えるんですかこれ。これね概要欄に貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければご購入いただけます。はい、平山さんもぜひね気になるカード、巨匠稲田が、いろんな可愛いねイラストありますので、気になる、どうかな、宇宙のすべては両方あって成立しているなんてちょっとパッとわからないですけれども、これあげます、いただけるのこれ貼っといてください。平山さんもシフトしますので。ありがとう。どこにシフトしちゃうんだろういやでもこれ以上シフトしたらどうするんだろうって感じですよ ね。いやいやいや、はい、私もねちょっと気になるこの石のカードなんかちょっとじゃがいもかなと思っちゃうんですけれども、これは石ですけれども、石はあるがままにあり続けるもの、深いですね、というようないろんなカードがありますので、ザ・シフトカードぜひ皆さんお手元にお取りいただきたいと思います。ということでそろそろお別れの時間です。いつものポーズでお別れです。せーの、生きてく。